以前マイルドエセ童話をやろうっていうすごいしょうもない動画がその割には意外に伸びたんだけども、これってタイトルにね釣られてるのかなと思ったら、もっとこの話を詳しくしてほしいっていうようなね反響があったんですね。ある種の人にとっては実はこれってねすごく重要な問題だったりするんですね。いわゆるアウトロー系の YouTube チャンネルってね結構あるでしょ。でしかもねかなり人気が高いでしょ、元ヤクザだった人とかで今でも半グレな人とか、あるいはもうヤクザとか足を洗って、まあむしろもう自分とね同じような道を進む人がいないようにって呼びかけるようなチャンネルもあるんだけどもね、それね全部共通してることがあって、やっぱりもともとアウトローだった人とかね、今でも例えば銀行からお金借りれないとか、まあ、不動産借りにくかったりとか、そういう切実な問題があるわけですね。そこでね非常におすすめしたいのが、童話になったらどうでしょうってことなんですね。ヤクザを辞めて童話になるっていうのはねすごくねメリットあると思うんですね。例えばなんか懲役太郎さんなんてね、なんかお金借りようとしたらやっぱこのチャンネル名にね懲役とか入ってるとかね前科者だっていうことで銀行がねうんと言ってくれなかったみたいな話してたんだけども、そこでね童話を名乗るっていうのねすごくメリットあると思うんですね。懲役太郎とかやめて例えば童話太郎みたいな風に変えるわけですよ。でヤクザやめてね童話やりましたとか、まあ童話ってっていうのがね恥ずかしかったら別に人権でもいいんですよ。あとまあ部落とかでもいいしね。でやっぱ最強パターンっていうのはやっぱこう地名プラス部落ですね。でそれはねどんなメリットがあるかっていうと、例えば銀行がお金貸さないとか、あるいはその不動産なんか借りれないっていう場合になった時に差別だって言えるわけですよ、童話を名乗ると。まあ、あるいはそんなこと言わなくてももうその団体名とかあるいはチャンネル名とかにその部落とか童話とか入ってるだけでも忖度してくれると、それは人権でもいいかもしれない、なんとか人権センターとかでもいいかもしれないですよ。とにかくねそういう部落童話を名乗るで最強なのが地名を入れるっていうことですよ。もうヤクザやめてこう真っ当に行きたいんだったら童話になるっていうのはすごくねありだと思うんですね。だからねだから自由童話会とか全日本童話会とか元ヤーさん多いだと思いますよ。童話って名乗ったら社会復帰が楽なんですよ。童話や部落っていう言葉はやっぱ他にないパワーを持ってるんですよね。例えばその暴力団なんかの名前を名乗ったらそれ自体でもう今ペナルティを受けちゃうでしょ。ただ童話とか部落だったらペナルティを受けるどころかむしろ優遇されると。でもペナルティ受けてしまったら差別だって言って言い返せるわけですからね。そういうパワーがある上にこのねある意味そのヤクザの団体名みたいな威力あるんですよね。ドワッとかブラグって言葉はもうこれは誤解を恐れずっていうか、まあ誤解も何もそのまんまなんだけど、もう関西とかだとドワだのブラグって言ったらもうヤクザ名乗ると同じような感覚ですから、もう反社っていうイメージですからね。反社というイメージがあるのにね、ドワブラグっていうのはだけど反社として扱われないんですよ。むしろそういう扱いをしたら差別だっていうふうに言われるし、で時にはもうね裁判所も味方してくれるしね、警察も怖くて手出さないし、なんか役所の、あの人権課の職員なんかがね一緒に出てきてくれて援護してくれたりするしね、あの法務局が助けてくれたりするんですよ。童話部落って名乗ったらすごいでしょ。表向きの扱いとその陰でささやかれるイメージっていうのは正反対っていう、こんなものってねこんな言葉ってねないですから日本に、童話部落以外に。だからこの童話部落っていうものを活用しない手はないんです。いや、 やっぱりね、そのなんかね、真っ当に生きるのが嫌だ、ちょっと生きてたいっていう人も、童話とか部落ならいいじゃないですか。それ自体でなんかこうね、アウトローなイメージがあるわけだから、だけどアウトローとしては絶対扱われない、そういう扱いをされたら差別だって言い返せる。だから童話部落ってことは、本当に活用されるべきだと思いますね。でこのチャンネルでもね、その部落民になる動画あるでしょ。もう簡単にね、役所に行ったら本籍部落に移せますからね。童話地区どこか分かんない人も、まあ、調べたらその例えばまあ解放同盟の人の住所とかにね、あの支部長の住所なんかに移せば完璧だから、ぜひね童話を名乗って社会復帰していただきたいと。まあもちろんね、そうやって社会復帰していく以上はもう暴力振るっちゃダメですよ。そしたらもうただの反社に戻ってしまいますからね。ということでね、社会復帰を目指したいこのね
アウトローだった方々にはぜひこの童話というものを、ね、活用していただきたい。ということで今日の啓発動画でした。